石田洋と雑談。ほうき君へ。武道でも、学問でも、何でもかんでも、基本が大切。やってもやっても10年経っても20年経っても30年経っても基本が大切。常に昔の基本をに立ち戻って基本の立場で考える。武道の例で言うと、手が早ければ良いのではない。特に、ほうき君の場合は、手だけが早ければ、武道は良いと思っているところがある。体全体の問題である。手だけで早くつけば良いと思っている。そうではない。体全体でつくのが良い。それは、基本で習う。応用ではそんな話はしない。しないから手だけで早ければよいと思っていたら大間違いで、もうすんだことは分かっている。基本が分かっているという前提で教えている。それを見て、あ、手だけが早ければいいんだなとほうき君は思っているが、それは大間違い。すべては体全体での問題。基本も体全体の問題。応用はそれができるとして応用を教えている。その応用を習って体全体を忘れている。一番基本で習ったことを忘れて応用をする。これ間違い。例えば監視でも何年経っても基本に戻って地引きを引く。基本に戻って考える。すべて基本の中にある。50年武道をしても基本に戻る。基本というのは習い始めた時のことである。それ忘れんように、何年経っても基本に戻る。もう一回基本から考え直す。これが大切。